建築以外で基礎、基礎工事。あ、そうなんですね、はい、でもかっこいいですね。え、上がった。え、すごいすごい、綺麗。いいですね、このキャンディーレッド。こっち側も、ネタ裏も。ジェットラ TV をご覧の皆さん、こんにちは、かほです。今日はトラックショップジェットの柏店に来てます。そしてあなたのトラック見せてくださいということで、今日もやっていきたいと思います。こちらです、お願いします。お願いします。お名前をお伺いしてもいいですか。は浜崎と言います。浜崎さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日のトラックって仕事車ですか。そうですね、仕事車で。あ、そうなんですね、はい、どういうお仕事で使われますか。は建築業で基礎、基礎工事。基礎、あ、そうなんですね、はい、これで現場行ってるんですか。そうですね。わー、結構綺麗じゃないですか、まあ、新しいですか。1年経ったか、はい、そこからパーツつけてっていう感じなんですね。その前って何か乗られてたんですか。その前はもうこの前の方のジェネキャンに乗ってて、このパーツは移し替えたりしてたんですか。バイザーぐらいですね。あ、じゃあ他は新しくつけた感じで。そうですね、作り直して。すごいですね。もともとはジェットさんで買ってぴったりついたんですね。そうですね、ぴったりついて、あのアンドンもすごい素敵ですね、はい、浜崎さんだから浜崎建設社長さんですか。そうですね、はい、あ、そうなんですね、はい、どうされたんですか。あの、自分の友達に作ってもらって。デザインもお任せとかで。そうですね、お任せで。すごい派手ですね、はい、しかもめっちゃ全部白ボディに。そうですね、塗ったんですか。いや、元々の色で。あ、元々で、うん、すごい。元々純正色をベースにして。ここも高さもあのぐらいあったんですか。あれは全部作ったんです。あ、作ったんですか、はい、じゃあ塗った感じで。そうですね。あとはメッキ類結構つけてます、はい、パーツごとに全部ここら辺全部ついてます。もうメッキ作れるとこは作れるとこは全部変えてみたいな、はい、変えて。ここが赤なのがすごいかっこいいんですけど、一応ボディのフレームとか全部同じ色にしてって。あ、そうなんですね、うん、あ、本当だ、この色で、はい、ラメとかも入れてくれって。はい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 、濃いめの赤色で。そうですね、キャンディーレッドにしてくれって。あ、キャンディーレッドなんですね、はい、すごいスポーティー感がすごい出ますよね、うん。で、大きいこのバスマーク、すごい大きいですね。これもジェットさんで購入して。あ、そうなんですか。あとバンパー、これどうなってるんですか。バンパーこれ最初は前出しできないって言われたんですけど。はい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 、新しいから。そうですね、センサーが出てて、はい、それもやっぱり自分の看板屋さんやってる友達、はい、が出せるってことで。本当ですか、はい、センサーのとこ全部働くようにして、これ全然反応するんですね。そうですね、すごい、できちゃうんですね、うん。あとフロントどっかあります、こだわりの部分って。まあゴーストフィルム貼ったぐらいですかね。何ですかゴーストフィルム。一応車検対応で。ああ、そうなんですね、はい、え、いいですね、はい、それはどこでされたんですか。もう全部友達のところで。あ、友達のところで、すごい。看板屋さんもやって、こういういじる感じも全部やるんですね。そういう仲間いっぱいいるんで、あ、いろんな方がいらっしゃるんですね、はい、ちょっと横見てもいいですか、はい。すごい、これ車検対応なんですね。車検対応です。いいですね、はい、中って見せてもらいます。はい、お願いします、はい、じゃーん。お、すごい綺麗ですね、やっぱ新しいから。これ全部だいたい中はジェットさんで揃えたもんで。あ、そうなんですね、はい、やっぱ赤が好きなんですか。そうですね、はい、で、これ変わってますね、このシフトノブ。どこで売ってたんですか。これはどこだったっけな。なんかレアじゃないですか、うん、結構。結構古いやつなんで。そうですよね、はい、え、かっこいい。このマークは何ですか。これはうちの浜崎家の家紋です。あ、家紋かっこいい。よくね、外にデカデカとある人いるけど、はいはいはい、恥ずかしいんで。あ、この内側に、はい、いや、かっこいい。え、時計これなんか。これはうちの娘の。あ、そうなんですか、はい、もういらないからあげるって言われて。あ、そうなんですか。壊れたからあげるって言われて。あ、止まってるんですね。止まってますね。え、娘さんはいくつですか。はもう20歳超えてます。あ、そうなんですか。じゃあちっちゃい頃とかにもらった。そうです。ああやつもずっと、中はこういう木目調も全部ジェットさんで買ったんで。あ、そうなんですか、はい、え、すごい木目調になってる。え、これは売ってるんですか。売ってますね、はい、めっちゃいいですね、これかっこいい。ここもそうです、ね、純正品だとここがないんですよ。あ、そうです。純正品でもあるんですけど。へ、どうしたんですか。でここも全部 Z さんであったんで。あー、なるほど。セットで買って、基礎だから結構汚れたりするんじゃないですか。そこはこまめに掃除。あ、すごいですね、めっちゃ綺麗ですもんね。本とかなんかついてます。ついてます。何がついてます。そのヤンキー本ですね。あ、鳴らしてください。大きいですか。音大きいですね。お願いします。おー、ありがとうご
ございます。大きい。でもかっこいいですね。上がった。フレームとかも全部上がって、あ、すごい。すごいすごい、綺麗。いいですね、このキャンディーレッド、はい、めっちゃ綺麗な色。このこっちも、ネタ裏も全部、すごい、すごい綺麗。細かい部分まで全部塗ってありますもんね。そうですね。これも知り合いの方ですか？これはそうですね、知り合いに。知り合いに、知り合いに、はい、すごい。スコップとかは仕事に使うんですか？そうですね。ダンプとかってみんなこういう仕様になってるんですか？スコップが入るように。そうです、なってます。あ、なってるんですね、はい、すごい。あとホイールもめっちゃ綺麗ですね。ホイールもそうです。ピカピカ。メッキですか？メッキです。ここも変えたんですか？あ、フェンダーも変えてますね。フェンダー、はい、すごい綺麗ですね。仕上がりってどのぐらいかかるんですか、こういうの。買って改造だけでも半年以上かかります。あ、そうですよね、はい、じゃあ納車される前にもうやってもらった感じですか？そうです。あ、新車って高いですか？総額700万ちょっとかかってるので。おー、この塗装とかも入れてるんですか？入れて。あ、そうなんですね。長いんですか、建設業は？もう12年目ですね。ずっと基礎ですか？基礎です。あ、ここのダンプの上には何積んでいくんですか？採石とか、あと泥とか。あ、現場で出たい。そうですね。あ、バンパーまでこのキャンディーレッドでめっちゃいいですね。はい、でもなんかここ違いません？普通となんかこうなって三角になって泥が上に普通乗っかっちゃうんだけど、はいはい、あ、乗らないようになったんですか？元からですか？いや、作ったんですか？作ったんです。すごい、なるほどね、うん、大型とか乗ってる人はみんなやってると思うんですけど。あ、そうなんですね。ちっちゃいのはやってる人も少ないですよね。あ、そうなんですね、初めて知りました。今12年目じゃないですか、このお仕事、はいはい、その前ってどんな仕事されてたんですか？その前はトレーラーの運転手やってました。そうなんですか、はい、すごい。今おいくつですか？今もう51です。51歳だから40ぐらいまで。そうですね、39とか、はい、トレーラー乗ってたんですか？で全国走ってます。マジですか？はい、もともとそういう経験があったんですか、建築の？はないです。ないのに、はい、急に始めたんですか？はい、最初から独立？いや、最初は自分の同級生で、はいはいはい、がいて、そこでちょっとそこで修行して。あ、それでどのぐらいで開業したんですか？で1年半で。1年半で独立したんですか？はい、すごい、向いてるなみたいな思った。いや、思わないですよね。なんで？未だに思わないです。マジですか？なんでやってるんですか？始めた以上は。ああ、やめられないみたいな。やめられない。今お一人ですか？独立して。あ、はい、これからなんか従業員さん増やすとかそういうことって考えてるんですか？まあ、来れば。あ、来れば。あ、そうなんですね。はい、いや、トレーラー乗ってたじゃないですか、はい、その時より今とどうですか？は、その時よりは稼いでます。おー、すごい、はい。テールって変えてますそのままか？テールは変えてます。あ、変えてるんですか？はい、小糸の純正品なんですよね。あ、流れるんですか？流れます。あ、いいですね。あんま2トンで流れるのないですもんね、はい、ここら辺もつけたんですか？全部つけてます。車自体がちっちゃいんで、やっぱこういうのサイドバンパーつけちゃうとやっぱでかく見えるから。そうですよね、はい、確かに少しでも大きく見えるもうここもすごいですね、プロテクターっていうんですか？はい、これこれどうされたんですか？全部作ってもらって、要望通りに。あ、すごい、この先っちょがツンってなってるのがかっこいいです。
アイグレちゃんだよ。ギャオ。販売屋さんの仕事やってるんで、でかいもの運ぶときは使ってます。これが即席？3時間。ほら、フロコ。ほら、はい、大丈夫。ことする人初めて見た。これからどう頑張っていきたいとか夢とかあるんですか？一人ちょっとね。いい生活したいなってはやっぱみんな思うと思うんですけど、それに向けて頑張るしかないですよね、うん、それを維持できるように、はい、少しずつ上に行けるように、はい、じゃあ頑張ってください、はい、ありがとうございました、はい、じゃあこれステッカーなんで、はい、よかったら飾ってください。 ありがとうございます、はい、ありがとうございました。じゃあ今日の動画はここら辺で終わりたいと思います。チャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ここでお知らせです。実はトラックショップジェットの各店舗でインスタグラムやってます。で、新商品やお得な情報が盛りだくさんです。で、各店舗のインスタグラムのアカウントはこちらの概要欄に貼ってあるので、ぜひ飛んでみてチェックしてください。バイバーイ。